大家好，我是あかね。皆さんこんにちは、あかねです。私は先月京都へ行きました。その時初めてカプセルホテルのようなところに泊まりました。私は環境が変わるとあまり眠れなくなってしまうんですね。なので今までカプセルホテルのようなところには泊まったことがなかったんですが、今回泊まったしずくさんというところは京都駅からも歩いて行けるところで、館内が本当に綺麗でした。そして男性と女性とフロアがちゃんと分かれていて、鍵がないとそのフロアに入ることができないくらいセキュリティもちゃんとしていました。で、嬉しかったのが、お風呂があったことです。大浴場がありました。なので本当にありがたかったですね。そしてこれは選べるんですが、朝食も500円で、あまり種類はないんですけど、一応まあバイキングという形でした。で、今回はお客様の顔が映らなければいいですよとのことで、私が泊まった、まあ、空間まあ部屋ではないですね、本当に寝るだけのスペースと、その寝る場所があるフロアを少しだけ撮らせてもらったので、ちょっと紹介したいと思います。私が泊まった時はお客さんほとんど日本人だったと思うんですけど、ほとんどの説明に英語が書いてあって、でお店の方もすごく対応が良かったので、本当におすすめのところです。結構京都は土曜日日曜日にホテルに泊まろうとすると高いですね、まあ、観光地なので高いんですが、まあ、たまにはこういうところもいいんじゃないのかなと思って、今回はおすすめしたいと思って動画を作りました。ちょっとだけなんですけど、様子がわかると思うのでぜひご覧ください。これが外観です。わかりやすい場所にありました。ここは寝る場所です。スーツケースなどが置けるスペースもありました。個人のスペースにはヘッドホン、テレビ、もちろんコンセントもあります。鍵付きのロッカーもあるので貴重品など入れても安心でした。また鏡もあったのでとても助かりました。今日は本当にちょっとでしたが、京都で泊まったしずくというホテルを紹介しました。ありがとうございました。谢谢大家。バイバーイ。